鴨川西 IC の入り口料金所、鴨川西インターチェンジは、京都府京都市南区東区上柳下町にある、第二京阪道路のハーフインターチェンジである。大阪方面の出入口のみ、利用化。鴨川西本線料金所を併設する。なお、ETC 一般レーンの料金徴収は、自動収受機である。鴨川西本線料金所、鴨川西本線料金所は、 鴨川西 IC に、併設の本線料金所である、下り線のみに設置されている。2021年2月26日に、運用開始された。2019年4月1日、阪神高速8号京都線の山品出入り口、鴨川東出入り口間が、阪神高速道路株式会社から京都市へ移管され、同区間は無料開放された。その後、 2020年4月1日まで山品出入り口から流入し、無料区間から有料区間を連続して走行される車両の入り口となる料金所が、無料区間と有料区間の境界となる位置になかったため、暫定的に山品料金所にて料金収受等を行っていた。このため、無料区間のみを走行される車両に対しても、 山品料金所を通過することになり不便な状況となっていた。利便性の向上を目的とし、第2京阪道路あたり IC 付近の本線下り線に新たな本線料金所として鴨川西本線料金所を設置するのに伴い、2020年4月1日から2021年2月26日まで、下り線は鴨川東 IC から東 IC まで終日。 通行止め都市、鴨川東 IC で強制退出となっていた。鴨川西本線料金書に関するカテゴリー、ありがとうございます。